今日も全力ぶち切りマキピロ君とリアでございます。はい、8周年人気投票ガチャどのグループを選択するべき、はい、ということで、まあ、そういうタイトルだと思うんですけど、うん、まあ、皆さんのね所持しているキャラクターなので選んで引くべきところが変わる可能性があります。はい、だから今回は皆さんがね選択を間違えないようにちょっとでも参考になるようにお伝えしたいと思います。全力ぶち切り。はい、まずは開催時期です。はい、10月の23日の土曜日。土曜日ですね。すぐやで。うん、ああ今度12時から。早く来たいね。楽しみですね。うん、はい、ということでちょっと、いろいろ喋っていきたいと思います。はい、まずは注目すべきグループ A。 うん、まあ順当に選ぶんだったら皆さんこれ選んだ方がいいと思います。そうだね。うん、よっぽどねキャラが揃っている人はグループ A 以外でもいいと思うんだけど、うん、まあキャラはそんなに持ってないよっていう人は間違いなくこのグループ A を選択する方がいいのかなって思います。はい、でこのグループの中でもちょっとね若干使用頻度が少ないキャラクターがねいるんですよ。うん、でこれ使えるイコール人気とは限らないからっていうのがあるんですが、うん、で、それを上げるとしたら、7位のエクスカリバー。はあ、最近確かに減ったかもね。マナーで食われたからな。12位のルシファー。あー、14位のアーサー。あ、まあルシファーアーサーに関しては受信家会に期待があるキャラクターだけど、うんうん、そうね、まあ、来るとしたらフラッパだから。あー、確かに。おそらくここはまだ先やな。うん、だ結構長いことボックスに眠る可能性が高いと。でこの中でも大当たりのキャラクターって言ったら多分ここになるんじゃないかな。1位のアルセーヌ、2位のアムリタ、3位のアナスタシア、4位のカマエル。さすが上位だね。そうやな、うん、まあ順当やなっていう感じやった。あ、うん、でこの中でも特にね例えば複数所持して嬉しいなっていうキャラクターは、うん、アルセーヌ、アナスタシア、カマエルとかになってくるのかなっていう感じがします。うん、うん、まあ、トゥーフォーとかもそうなんだけどちょっと若干食われてきてる感はあるからね。やっぱ反射やからさ。そうなんだよね。うん、そこがあるから、うん、まあやっぱ優先順位はカマエルの方が今上なんかなっていう感じはしますね。うん、うん、まあここに関してはやっぱいいキャラクター多いよね。うん、はい、ということで他のグループについてちょっと掘り下げたいと思います。はい、まあ、グループ B、うん、まあ、上位の方はちょっとスルーさせてもらって、おで、それ以外のキャラクターで注目するキャラクターって言ったらやっぱりメタトノかなと思います。ああ、そうね。まあ、コラボの超究極受け負い人みたいなイメージになっとるね今。そんな感じ。ここのとこちょっと光ってない。あ、そうだね。うん、ブリーチとさ、あこの前のリゼロと、あ、うん、じゃあメタトノちょっと暴れてたんで、ちょっと前の超究極あれやん、ネタエクリプスみたいな立ち位置やん。あー、まだちょっと違うけどな。エクリプスがワンパンするかっていうよりはあれはサポートとして使ってたところもあったから、ちょっとまたちょっと違うかもしれんけど、うん、まあでも超究極で光るキャラクター今後もちょっとありえるよね、そういうのは。そうだね。うん、で他で言うと、アリスとか週末弁財天、アミダ、ビナ、ハレルヤ、うん、かなと思います。まあ、この辺も、うん、例えばアリスとかだったら、うん、さっき言った通りこれアーサーといつも神か中心かが一緒なん。はあはあ、だから、まあ、中心か会が来るとしたら9周年来年のフラパになるかなと思います。はあ、うん、で週末は直殴りが強いキャラクターで、うん、まあ、ちょっと今現在でめっちゃ光ってるかってそうじゃないけど今後わかんないなっていうキャラクター。弁財天に関しては結構いろんなところで使えるから、うん、サポートとね火力側とどちらにもスライドできるというところでちょっと優秀かなって思います。うん、アミナとかビナーに関してはこれもちょっと受信家が、まあアミナに関しては受信家だね。うん、ビナーに関してはちょっとどっかでなんか化けるようなイメージはあるよな。え、受信家じゃないの。うん、どっかで化けるな。あ、うん、分からん。でもここもおそらくフラッパーのような気がするね。そうだね。でもう一回ハレルヤ、ハレルヤもそうやな。うん、だからここはなんかすごいとこ入ったなっていう。そうね。うん、ちょっと重心化期待のキャラクターがちょっと数多く入ったなっていう感じですね。うん、で次グループ C、はい、これ注目してるキャラクターがラプラス、プレイク、アベル、ラファエル、ペルセウス、ノストラ、ワタツミ。
だちょっとね気になったのが、さっきに言ったね使用頻度がちょっと少なくなったなっていう7位と12位のキャラクターエクスカリバールシファーがここにおると、うんうん、ちょっとそれが気になったけど、うんうん、いいキャラクターここもおるなって感じですね、うん、ラプラスって神殿でしょ、うん、まあ、パンドラもさ通常クエストでまあ使えないことはないじゃん、うん、結構いろいろ使えるキャラクターだし、うん、ノンノもなんだかんだ言ってなんか使う、うん、ブレイクといえばやっぱ28とかさ、うんうんうん、アベルもやっぱそこそこまあ使えるキャラクターじゃん、うんうん、これもまだ重心化控えてるから、うん、ラファエルもどっかでやっぱ輝くんちゃうかなと、貝がね、そう、貝が来てねちょっと光るんじゃないかなっていうところもあるし、ペルセウスはまあ通常クエストでもそうなんだけど、うん、まあ、とにかく超砲撃型とめちゃくちゃ相性がいいキャラクター、うん、ダムスもなんだかんだ言って息が長い、そうだね、うん、で王戦に限ってはまあ、ちょっとねベリンダで使ってたけど、うん、その後はちょっとどうなるかわからないよなっていう感じ、うんうん、でこの下に関してはちょっとまあ使うキャラクターなんだけど、うん、渡辺はこれも受信化が期待、うん、で精子に関してもなんかどっかで刺さるような気はするけどわからん、気がするだけでずっとそのままかもしれん、うん、アテナはなんだかんだ言って元気で使えるしっていう感じかな、うんうん、でナイチンゲールはまあちょいちょい使うよね、うん、うん、たまになんか引っ張ってくる時ある、そうやな、うん、っていうキャラクターかな、まあここもまあそこそこいいかなって、アトランティスはまあ覇者の31かのアシュラのところ、うんうん、あそこでちょっと光ったんだけど、うん、まあちょっと使用頻度は他が強くなりすぎて、あー影薄くなっちゃった、そうやな、若干ちょっと薄なったな、うん、っていう感じはします、はい、次がグループ D、 はい、でここの注目キャラなんだけど、まあほぼほぼ全部やな、いいキャラばっかだね、そう基本的にねちょっとね外れキャラが少ないグループかなって思います、おなんかそれなりにちょっと期待ができるキャラクターというか、うん、うん、例えば鬼丸とかちょっと若干使わなくなったけど、うん、これも受信化控えてるキャラクターだし、うんうん、ジュズ丸とかもそうだけど、うん、まあソロモンもそうじゃん、そろそろ来そうな感じ、コウは使うしっていう感じで、うん、まあ、モノノケもどっかでハマる可能性もあるし、うん、まあ、ホームズもちょっと重心化がね、うんうん、期待のキャラクターだし、うん、でアネモネはグリッターボール強いし、うん、坂本もちょいちょい使うし、うん、アザゼルも、まあ、もちろん使用頻度結構高いキャラクター、うん、ロレアに関してはちょっと使用頻度下がったけど、うん、っていうところだよね、アキレウスは近畿で適正もらったし、うんうん、側転はちょっと今はあんまり使用されてないキャラクターかなっていうところはあるけど、うん、これもほら受信化まだだから、そうだね、うん、で王将君、うん、まあこれもちょっとなんか光るようでなかなか光らないキャラクターだけど、うん、まあちょっとわからんよね、これも限定キャラクターということで、うん、桜ももうちょっとねこいつは光るかなと思ってたけど、うん、ちょっとなんかこのまま眠りそうやなっていう感じやな、エクリプスはちょっと期待してる、うん、うん、やっぱりこれからやね、なんか、うん、まだ下ばっかりからね、主人公かいね、でも強くなってるからさ確実に、うん、うん、で月霊はこれも分からんな、光りそうで光らんなっていうキャラクターやけど、うん、うん、分からん、どっかで刺さるかもしれやん、うん、ちょっとまあ期待値のある今現在では使用せんけど、ちょっと期待値持ってるキャラクターが多いかなっていう感じはしました、うん、はい、うん、次のグループがグループ E、 はい、はい、これね上位が艦隊性能の高いキャラクターやなってちょっと思った、おカマエル、トゥーフォール、アーサー、うんうん、全部これ艦隊性能高いんだよね、ロリエルもそこそこ艦隊性能あるからね、うん、うん、だけどまあトゥーフォールはちょっとねやっぱ反射だからということで、カマエルに食われたのにカマエルと同じグループに放り込まれるって、ね、アーサーに関してはちょっと中心化会が来てからかなっていう感じはする、うん、今現在でじゃあ艦隊性能として高いかって言ったらそうでもないから、うん、うん、で他触っていくと、まあ、ゴエモンに関しては、まあ、木の豪絶結構いけるキャラクターだし、うん、風雷もまだこれも受信化控えたキャラクター、そうだね、だから、まあ、これも楽しみだよね、うん、ニュートンは言わずと知れずもう結構暴れとるし、うん、まあ同時切りに関してもちょっとね期待のキャラクターかなと、うんうん、まだ全然使用できるキャラクターだけど、うん、パックはまあ今後だな、うん、でラミエルもちょっと光りかけてきたかなっていう感じだよね、うん、イシュタルも結構なんだかんだ言ってちょいちょいたまに使うんだよな、はあ、うん、でミカエルはまあ安定だし、ダルニアもそう、エンジェリーディーバーも中心化を控えたキャラクター、うん、オーデンタ、うん、もうまあこの前ちょっと光ったけど、うん、ちょっとどうなんだろうな、まあ、ミロックはちょいちょい拠点とかで使う人って結構いると思うし、グロリオサも、うん、
アンフェアか。うん。うん。アロンダイと茨城だけはちょっと、ん?っていう感じはするんだけど、うん。うん。それ以外は結構使えるキャラクター揃ってるなっていう感じはしました。うん。うん。で、最後のグループ。はい。グループ F です。で、個性的なキャラがちょっとグループに入ったなと思ってて。おー。うん。で、この中でもちょっとピックアップすると、うん、アヌとモントナ。どうした?このキラー軍団。うん。これ中心化したら絶対やばいからモンタナはずっと言っとるけどな、ずっと言われとるけど、いつやろね、これどうすんねん、こんなにハードル上げて大丈夫なんて感じですよね。ゴリゴリハードルばっか上がってくけど、そう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 。で、アヌに関してはこれやっぱアジンキラーとか持ってるから、これ中心化してひょっとしたらコラボがアジン多いから、そうだね、コラボキラーになる可能性もあるなと思って注目してるけど、まあ、ひょっとしたらそのままね、女子化して結局光らず終わるっていう可能性もあるんやけど、うん、まあ、ちょっと面白いキャラクターやなという感じがしますよね。うん、うん、で、他にはちょっとアポロのこの順位には結構びっくりしたかな、結構上位に来たかなと思って、うん、まあ、やっぱ期待値多いんやろね、高いんやろね。うん、まあ、でもそこそこいいキャラクターおるなと思った、うん、ガブリエル新王マホロバーとかさ、ダッキーとか、うん、うん、ダッキーに関してはね、ちょっと全敵毒メテオとか最近ちょっと降臨でも出てきてるから、あ、これダッキーの相方もそろそろなんかもっといい相方が出る可能性はあるなと思ってる、うん、うん、ブラックリリーはね、もう言わずと知れたイグのぶっ壊してるキャラクターやし、うん、まあ、デトラビもそこそこね使えるキャラクター。ボーパルソードに関してはなんでこんな順位が高いのかちょっと俺にはクエスチョンだったんだけど、絵なのかな、わかんない、うん、なんだろう、なんでこんな順位高いんだろうね、実際は使ってないと思うんだけどみんな、うん、なんでだろうな、ちょっとこれ謎。ああ、うん、幕末とかね、うん、まあ、この辺も、近畿で使うと、うん、うん、アルタイルも近畿のキャラクターだし、うん、うん、アグナムト X は多分期待値も込めてだろうね今現在では、うん、使ってないかなっていう感じはする。ああ、うん、昔はめっちゃ強かったやんけどな。そうだね、うん、あ、パスカルも近畿でね、だ結構近畿のキャラクターも多いなと思った、はあはあ、うん、っていう感じかな、はあ、はい、ということでじゃあまとめです、はい、今年はですね、グループ A のラインナップがめちゃくちゃ優秀、うん、特にモンスト初めてキャラが少ない人におすすめ、うん、あとね、何気に艦隊性能が高いキャラクターとか2体使い3体使いっていうようなね、うん、キャラクターも結構いるから、うんうんうん、まあ1体持てても複数体欲しいなって思ってるキャラクター結構いるから、うん、今年は多分グループ A 引く人がほとんどじゃないかなって思います。あ、うん、ただまあ全体的に見ても外れのキャラクターがね今年はめっちゃ少ない気がする、うん、あの外れじゃないっていうのも、うん、あの将来性がないとかね、他のキャラクターに食われて結局使わない可能性が高いっていうキャラクターじゃなくて、うん、まあ、現在は使用してないキャラでも元々のスペックが高くて光る可能性を秘めたキャラクターが多いっていうことです、うんうん、だから所持してるキャラクターが少ないところを攻めていくっていうのも一つかもしれないなと思ってます、うん、で実際にうちらが、所持してないキャラクターっていうと、うん、グループ A ではいないんだよね。4赤込みで考えるとってこと。そう、あ、それだったらないわな、うん、そうだから、そういう人はちょっと薄いところを狙っていくとか、うん、そんなんでもありなのかなって思います、うん、まあ艦隊性能を優先させてもいいしっていうね、うん、うん、まあよかったらね、こう、まあラインナップ一応出してあるので、はい、まあ参考にスクショとか撮ってね、まあよく考えてほしいなって思います。はい、はい、まあちょっとでもね、皆さんが本当にまあこうやって悩んでんのも一つ楽しみだからさ、うん、そんなも含めて、まあもうすぐ来ますから、うん、土曜日、はい、うん、なんで、あ、よかったら参考にしてください、はい、ということで今回の動画はこれで終わりたいと思います。それで皆さん、せーの、いい目見るよ。ありがとうございました。ありがとうございます。まあ言うてもさ、みんなが見たいのはさ、うん、注目しているのはグループ A なわけよ。そうやな、うん、ということで、うん、まあ、うちらは4枠は全部グループ A 低いんやけど、うん、いいよ、うん、あの、アポロ X 欲しいもん。あ、アポロ X な、はい、俺、アムリタ欲しい、うん、どっちが出るか勝負やな。そう、だから1点狙いの人とかは、うん、その自分の欲しいキャラクターと、うん、あとペアになってるやつ見てもいいよね。これ何分の1になるんや。20分の1や。20か。うん、確率高いな。すごいな、それで。え、それで確率高いって言えんの。20分の1やろ。うん、逆に言ったら20分の19外れるってことや。そうやけど、でもそこまで絞れるやん。
普段のあのデルマデガチャとかに比べたらさ、一回ポッキリの勝負やで。もうそこは全力でぶっちぎりたいと思います。プラス思考羨ましい。